花柄のテープと、でこちらのアンティーク味なテープを使って巻いていったのがこちらのバッグです。まあ、1段、2段、1段、2段っていうふうにこう切り取っていったんですけども、ちょうど一面花柄の布地1枚作ったかのようなバッグになりました。で、これ作ってて思ったんですけども、表面は布面で、で中袋はクリアバッグになっているので、お菓子とか、まあ、いろいろ小物とか入れてもちょっと拭いたら綺麗になって、綺麗綺麗めにちょっと長く使える感じの小袋になりました。まあ、折ってみるとこういう感じにもなりますし、すごく使い方がいいです。で、先ほど、年末にちょっとご紹介した、その節約法にとって、送られてきたダイレクトメールのこういうビニール袋に、こちらのマスキングテープを貼り付けていったんですけども、こういう風に仕上がりました。まあ、あとテープの貼り方なんですけども、貼られる時はめくっていきまして、まずここにつけます。まあ、あらかじめつけておいといたら、なるべくまっすぐ目に伸ばしてやって、で折り返しするときにその長さをこうちょっと折り返して測って、ハサミで切っていって折っていくと出来上がります。まあ、ちょっと時間の関係上ちょっと最後までちょっと作らないんですけども、まあ、こういう感じにマスキングテープを使って袋が作れます。